どうも、大之助です。えっ、ー、と、今回は自分の能力の低さを、まあ、境遇のせいにするなということについてお話ししていきます。で、まあ、あの、すごい敵を生みそうなお話なんですけど、結局、まあ、あの、 まあもちろん生まれとか育ちで僕たちのある程度の能力とかっていうのとか遺伝子とかでもある程度決まりつつはあるんですけど別に努力で覆せないほどではないよねということなんですよねで自分の人生を本気で変えたいというふうに思うのであればまあ,あのに人間は結局あの自分の人生配られたカードで戦うしかないんですよねでまあ自分よりイケメンとか可愛い女の子がいたとしても彼らを妬んだところで攻撃したところで自分の顔がかっこよくなったりとか自分の顔が可愛くなったりとか身長が伸びたりとかスタイルが良くなったりするわけでもないじゃないですかだから あのじゃあ自分が彼らを妬んでいるということは彼らの持っているこういうところが惜しいんだなだから、こういうことを彼らと同じようなそして彼らを追い抜くためには何をしたらいいのかなっていうふうに現状に目を向けないと僕たちの人生はいつまでたっても変わらないよという話なんですよね。で僕たたち一一生貧貧乏一般人っっていうのは、まああのは自分の立場ととかかを、まあ、幼少期あの家が貧困だったとか えと幼少期いじめられていたからとか自分は能力が低いから頭が悪いから運動音痴だからとかいろんなことを努力しない自分を正当化する言い訳に使っちゃってますけど結局まあのとかあの集中力がないとかすぐに諦めるとか性格が悪いからっていうふうに言っちゃってるかもしれないけどそういう自分を作っているのは日頃の僕たちの生活の積み重ねなんですよねすぐ諦める人間な,な現状自分がすぐ諦める人間になっているということはいろんなピンチとか困難を目にした時にすぐに諦めるという選択を、まあ、皆さんの,こうあのその自の 十数年とか二十数年の人生の中でずっと続けてきたからに過ぎないんですよね。で、あの、自分が今スタイルが悪いからっていうのは、自分が今までスタイルが悪くなるような生活習慣を続けてきた結果だからなんですよね。だから。 あのなんだろう第三者のとかあの自分の意見とか自分の力ではどうしようもならない現象によって今の現状があるんですっていう,ふうに言ってまあ,あの努力しない自分を正当化したくなる気持ちは非常にわかりますけどただ、そんなことをしたところで目標には一切近づけないですよねって話なんですよねそして僕たちよりも大変な状況でもなんか体制したとかその苦しさをバネにしてあの勝ち上がってき,てきた人たちとかもいるんですけど彼らにはどうして同じ意見はあの理論は当てはまらないんですかという話なんですよね。例えば あのパナソニックの創設者の松下幸之助さんとか、あの家が貧困状態だったから和歌山県の生まれだったんですけど、9歳の時に小学校を中退してあの大阪に単身で働きに行ったんですよ。そこからパナソニックっていう大きな会社作ったんですよ。で皆さんは小学校の頃から小学校9歳ぐらいの頃から働いたことってありますか？ありませんよねというか、あの学生のバイトもあの短あの短期でやったこととかある人もいるかもしれないけど、その小学生の頃からバイトしてそこからか 会社を作るって過ぎ行くねっていう風に思いませんか。しかもそんなあのその辺の企業とかじゃなくて名だたる大企業ですよ。でそんなにあのなんか。 僕たちよりも大変なことをしている人たちっていうのはんか上げ出すとケルにいとまがないぐらいたくさんいるんですよねで僕たちは自分が努力しないことを棚に上げてすごい成果を得ている人とか能力がある人たちを下げずんだりして自分が全く努力しないままアンチコメントを書いたりとか自堕落に過ごしているかもしれないけれど結局最初にお話ししたとおり自分の能力が低いのとか自分の時間がないとか才能がないとか能力が低い っていうのはあの今までの自分の選択をつし続けた結果なんですよねだから今までの積み重ねがあの今の自分を作ってるんですよだからあのこういう人間になりたい自分が憧れている嫉妬している人間になりたいという風に思うのであれば彼らと同じような行動をトレースして日頃から習慣化付けておかないと僕たちはなりたい人間にいつまでたってもなれないんですよあの自分を変えたいならまずは自分がいかにダメなゴミクソ人間なんだっていうことを認めるところから始めませんかということを今回一番お伝えしたかったですということで今回は以上